ここ指突っ込んで反対の指突っ込んだら痛がるんですけどね、どっちかの方が緊張してる、もしくは一緒でもいいですけど、片方ずつやれば比べた後に柔らかくなってるかどうかも分かりますよね。もし指先でどうしても分かんなければ、でこう比較するものを作っとかないとなったかならないか分かんないですよね。血管ここから上がって、一回ここで分岐して、またここで分岐してるんだけど、ここで行ってるんですよ。目行ってるのと鼻行ってるので分岐してるんで、いずれにしてもここないし、こっちのどっちかなんです。だからここで例えば血管詰まってていれば、基本的にはもう両方症状出てるってことですね。鼻水はひどいわ、目は充血してるわ、くしゃみは出るわ。だったらもうその位置ピンポイントに狙っちゃった方が早いですね。そこ入っていってると、中では筋肉で中通ってないんだもん、血管って表面だけしか、表面っていうかね、表面しか通ってないんで、もう中入っちゃえば圧迫、基本的にはもう動脈硬化でもない限り詰まらないんで、表面の筋肉のところだけ柔らかくしちゃえばってことですかね。